はい、どうもこんにちは、モトです。サムネにもね、タイトルにもあるとは思うんですが、今日はですね、落合選手使ってみた、やっていこうかなと思います。で、僕ですね、今年でチャンネル登録1000人目指しておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ということでですね、落合選手やってみるんですけど、僕はですね、もう過去から動画見ていただいている方わかるかもしれないんですが、僕はあのリアタイとかですね、左バッターの方が得意なので、落合選手ね使いたいんですけど、右バッターなんですよ。なので、まあ右バッターの練習っていうこともあり、しかも落合選手も使いたいっていうのもあり、ということで右バッターの強化、今後はね右バッターでも打てるようになりたいので、ちょっと落合選手で練習していこうかなと思います。で、落合選手今日はですね、前にあのバース使ってみたでやったんですけど、ホームラン、バース選手の時はまあ5本だったんですけど、多分ね右バッター本当に苦手なので、3本もう少なくしちゃうんですけど、3本、打つまで、まあ、終われません。どれぐらいかかるのかっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。はい。で、落合選手の能力なんですけど、まあ守備はサードで適正は C ですね。で、アーティストで82、83、57です。で、ファーストも一応 C でいけるので、まあファーストいないよっていう方はファーストでも全然いいかなと思います。で、広角打法、アーティスト、チャンスということで、いやもう強いっすね。まあただ落合選手は確かロッテバージョンの方が強いんですけど、もう全然ね、中日バージョンの落合選手でも全然強いので、まあとりあえずね、使用感どうなのかっていうのを、右バッターの下手くそな僕が使ってみてどうなのかっていうのをちょっと見ていただければな、見ていただければなと思いますので、じゃあリアタイの方よろしくお願いします。なるほど、さあバッターは何を待っているか、4球目は何で来るか。打ちました、センターに抜けました。はい、低めストレート、空振りでストライク、あっという間にツーストライク、打ちました、伸びていく、そのままスタンド、まずはインコース、ファーストランナースタート、2球目打ちました、高く上がった、外野ヒットになりそうだ、追いかけますが頭を大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、そのままスタンド、追い込んでいます、ストレート打っていった、伸びる、入った、いや、使ってみたどうでしたかね。まさかのね、結構早めに終わっちゃって、最後はもう2打席連発でちょっと終わっちゃったので、案外ね、右バッター打てましたね。いや、ただね、やっぱりね、左バッターの方が打ちやすいってあるんですけど、落合選手どうしようかな、スタメン使おうかな。ただね、サードは村上選手いるし、ファーストバースいるので、ちょっとなーって感じですけど、まあ、とりあえずね、右打者はちょっと鍛えたいので、ちょっと落合選手キープしときましょうかね。はい。で、まさかの本当にちょっと早めに終わっちゃったので、ちょっと1回だけ自チーム確定ミキサーやろうかなと思います。で、僕が欲しい選手としましては、まずは佐藤輝選手ですね。はい。あとは木浪選手も今欲しいっすねかな、この2人かな。よし、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあ行きますね、よろしくお願いします。佐藤輝選手か木浪選手、お願い、できれば佐藤輝、はい、来たやばくないですか、皆さん、この確率やばくないですか。で、もしよろしければ、その前の動画で、あの全契約書開封の時も結構僕自身では神引きしてるので、いや、その動画もマジで見てほしいです。で、今回マジ来た、よっしゃ、サトテルマジナイス。いや、僕が持ってる佐藤輝選手はね、アニバーサリーのもう3800なので、ちょっとスピリッツがね、どうしてももうね、ちょっと300離れると結構きついので、いや、よかった、嬉しいな、ありがとうございます。
よし、じゃあ早速ですね、旗照選手も極みにして使っていこうかなと思いますので、落合先生本当はね使ってみた動画なのに最後佐藤輝選手のちょっと動画になっちゃってるんですけど、はい、まあよかった、ありがとうございます。ということでですね、今年でチャンネル登録1000人目指しておりますので、皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録高評価お願いします。ということでですね、今回動画はこれぐらいにしようかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。